すごい。なるほど。すごい。これ縫ったんです僕が。へえ。これとこれ別売りの100円ずつ。すごいね。なんかテクノ手芸部っぽい。はい、はい、はい、ありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。乾杯。飲んじゃって。うん。これめっちゃ美味しい。手でいいですか。三点一一の時の。この下に家を作るのみたいな石碑が立ってるっていう、あの話はすごく好き。未曾有とか想定外とか 3.11 の時の震災があったと思うんですよ。よく聞いた話かもわかんないけど、実は過去なんでこんな狭いとね、そう、同じような津波が来て先人の人たちがこの下にめっちゃ美味しい。これもブルーシールじゃん。光るのが。いつお得意のやつが、お得意のやつが。ああ、石井先生、ご無沙汰しております。ありがとうございます。メリークリスマス。やったー。やったー。MIT の石井と申します。いつもテレビとかで石井さんすげえ世話になってて、とんでもないです。でも一番すごいのなんでこんなすげえ人間が技術も人もいろんな面でなんかすごいですね。いつもはリバーサルとそれおかしいだろ。でもこれだけね、天才で総理力があって魅力があってね、おっさんでもお姉さんでも惚れちゃうタイプなんで、非常に僕は分かって、彼と。ありがとうございます。グラスゴーで2019年に、そうですね、一緒になれたのはちょっとありがたくて、それ以来の、お付き合いなんですけどね。よろしくお願いします。ここのマスターというか、コワーキングスペースの上をやってるわけです。子供向けのこういうロボットを出して。ミチェル・レズニックのライバルですね。さすがですね。いや、これ、違う、だってこれ、タンジブルコンピュープログラミングインターフェースですから、タンジブルですから、むしろ石井先生のところに1個送ったらいい。でも、なんかね、そういう機会があったら、前職はマインドストーム、あそこに行かれますけど、レゴのマインドストーム代理店やってたもんですから、ああいうやつを作りたいなと思ったんだけど、なかなか難しくて、こう、役割。道、あ、たまんねえよ。メリー。ようこそ、技研ベース。どうもどうも、どうもどうも、どうもどうも。そう、石井先生のために取っときました。すごいじゃん、これ何？手作り？そうっすね。なんなの？なわけないじゃん。なわけないじゃん。ギルフィーユみたいな、ちょっともうなんか場所がなくなって土地がなくなって。今日呪術廻戦ゼロの上映会なんて思ってきたんですよ。違います。This is coming。メリークリスマス。メリークリスマス。また背が高すぎる弊害が。メリークリスマス。あっち受付ね。いやもうだって映画監督ですから、もう。イケボーイズの監督ですから。イケボーイズ。イケボーイズ知ってんの？もう。あります。はい。痛くなる感じ。これはですね、こういう。バーベアの例のステーブルディフュージョンとかいっぱいやってるとみんなをプレイするわけですよね。でも行動全部乱暴って自分で書き直して、そうそう、すげえ。僕なんかプログラム書くの向いてるみたいなんですよね。
すごい、もう分かったって、もう全部読み込んでて。もう。そうするとやっぱり単純に一つなんか理解しようとしてるんですけども、なぜ組み込むのか、なぜ組み込まやったじゃあ証拠動画クリスさんとチョマドさん、もう年の瀬というところですけれども、はい、一言ずつ今年振り返ってどんな1年だったか。田切さんが意見番に1回も来なかった、はいはい明日本当に来るかどうか年末までに、はい、まだありますからね明日しかない、はい、すごいですねこれで撮れるそれで撮れる、うん、すごいはいはいまさにラッキーすごいやっと有限が進行できた、まあ、その辺聞き込みてくださいチーズじゃないとこブルドブルドチーズだったら振ってもまあ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 そうっすよね。この本出すにあたってどうしますかっていう事実も含めて全部振りますっておかしいでしょ。おかしいでしょ。狂気だよ狂気。狂気特撮野鳥。まあそもそも野鳥っていうことのイメージを日本人はあまり分かんない。フィールドノートのね。この測量野鳥そうですよね、測量野鳥なんで、その時はイメージが一致してるかもしれないけど、